はようございます。11月22日火曜日の東京インフォメーションです。東京都は中小企業のための障害者雇用支援フェアをオンライン開催します。中小企業のための障害者雇用支援フェアは今月29日火曜日午前10時から午後4時までオンラインで開催され、来月27日火曜日まではアーカイブ配信されます。障害者雇用支援セミナーでは著名人や専門家による講演や障害者雇用の先進企業によるパネルディスカッションを通して障害者が活躍する職場づくりのヒントが紹介されます。バーチャル空間オフィスでは障害者雇用に関する支援制度の紹介など各支援機関によるミニセミナーが行われます。また経験豊富な相談員によるオンライン相談会も行われます。相談したい事業者や希望時間など事前に予約受付フォームからお申し込みください。なお参加費はすべて無料です。4つの都立公園と東京メトロが連携した紅葉満喫スタンプラリーが行われています。紅葉満喫スタンプラリーは代々木公園の開園55周年と代々木公園駅の開業50周年を記念して実施しているスタンプラリーです。東京メトロ沿線にある4つの都立公園、富山公園、青山公園、日比谷公園、代々木公園の各サービスセンターと東京メトロ代々木公園駅を回ってスタンプを集めます。5箇所すべてのスタンプを集めると達成賞として先着2000人に東京都公園協会と東京メトロのオリジナルグッズが贈られます。スタンプラリーの実施期間は来月11日日曜日まで、グッズの引き換え期間は来月12日月曜日の午後5時までです。引き換え場所は代々木公園サービスセンターです。上野動物園では中学生向け、葛西臨海水族園では小学1、2年生向けと幼児向けのイベントの参加者を募集しています。上野動物園では上野ズースクール中学生向けコース、足から探る鳥の暮らしが来月17日土曜日と翌18日日曜日の午前9時から午後0時半まで開催されます。募集人数はそれぞれ15人程度です。参加を希望する人は上野動物園のホームページにある受付フォームから今月29日火曜日までにお申し込みください。応募多数の場合は抽選になります。葛西臨海水族園では小学1、2年生を対象とした生き物ことはじめ比べて感じる魚の暮らしが来月4日日曜日の午前10時からと午後2時からの2回開催されます。定員は各回15人です。葛西臨海水族園のホームページ内にある受付フォームから今月27日日曜日までにお申し込みください。さらに今年度6歳の誕生日を迎える幼児とその保護者を対象にしたすすめ海の生き物たち比べてみようアジと私が来月10日土曜日の午前10時からと午後2時からの2回開催されます。定員は各回15人です。葛西臨海水族園のホームページ内にある受付フォームから今月30日水曜日までにお申し込みください。どちらのイベントも応募多数の場合は抽選になります。
今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。